アイドルグループ、乃木坂46の梅沢南、二十24、遠藤倉、21、田村晋介、24が27日、都内で行われた JA グループ、木坂46、国小国産プロモーション新 CM 発表会に出した。3人は、新 CM で着用する紫のつなぎに緑のス、フを合わせたコーディネートをキュート着こなして登場。 梅沢は、とても動きやすく、こまま畑に出られるんじゃないかってくらい、までは、緑のつなぎだったのですが、今年から、紫の乃木坂カラーと、JA さんの緑のカラー、ファ、の方にも、かわいいって言っていただけていい、すと満面の笑顔を見せた。4年目を迎えた、ドータクラミ。だが、新 CM でもメンバーが、それぞれの推し食材、アピールする。梅沢は3年連続の果物推し。 遠藤、お米推しで、秋元真夏さんから引き継がせて、ただきました。私の大好きな、みたらし団子や、せんべいもお米から作られているので、うれ、いいですとにっこり。田村は、斉藤飛鳥からお花、死を引き継ぎ、たくさんの方にお花の魅力を得ていけたらと思いますと、意気込んだ。国章、さんとは、その国で消費する食べ物は、できるだ。その国で生産すること。梅沢、 遠藤、田村のほか、グループの柿遥、はお肉推し、久保しおり、牛、推し、山下水希、お茶推し、与田裕樹、野菜推しが演する新 CM は、今日27日から全国放映される。